ジで喧嘩しようや。音声撮ったっすか。本当に撮ったよ。さあ今日はですね、もうすっかり暗くなってしまったんですけど、サムネ職人宮崎健太からどうしてもやりたい技があるということで、今から合流したいと思います。急に呼び出してなんすか。言いますよ。今日企画ないけんさ、健太に呼び出された手にしよう。とりあえず壁したくなったのあそこのね、はい、行きましょう。何の見事。大丈夫、その滑る前に。俺関係ない。買いすぎやない、滑る前に。ここ飯食って滑るっすね。あ、そう。今日、どうしということで、今日は箱崎セクションにやってきました。前回ですね、プレイオープンの時にお邪魔して、それ以来なんですけど、その時はですね、サムネ職人健太が超人的なトリックをしてくれたんですが、今日もそれを超える技を狙ってるらしいので、今日は夜からのスタートなんですが、ここでセッションしていきたいと思います。よし、コウメ頑張るぞ。今スケボー始めてどんぐらいですか。2ヶ月。今練習してんのは何だろう。箱崎セクションと同時に始めます。あ、そうなんですね、はい、親子でスケボー楽しめるんですね、ここは。いいっすね、箱崎セクション。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますありがとうございます。世界で一番滑るワックス。とにかくスケートソースが一番滑る。これだったら乗れるね。うん、間違いない。いや、マジで滑る。シャッと。Ha ha ha!
さんが集まってきました。もはやミニランプのデモ状態。今日何やりに来たと？壁やりに来ました。あれね、デオン。ショービットデオン。ショービットデオンする。勝手につけたけど。ここらでピリッとしとこうか。とりあえずデオン。オブレ！オブレ！ノーリーしとったって今。おお！余裕やね。やばい。おお。ポップやん。やば。やるー、すごっ。今日ケンタさん、開いてますよ。あ、閉めて。止まって。ガチで喧嘩しようやん。止め行きます。音声取ったっすか？うん、取り寄ったやつ。アジシン到着。無事に喧嘩なくアジシンにたどり着きました。もう12時回ってるんですけど、めちゃめちゃ長蛇の列なんで並びたいと思います。